皆さんこんにちは。パリスマッチの水野真理と杉山陽介です。アワフェバリットポップ2の東京スタイルの、全曲解説をやっております。はい、今日は、薬師丸ひろ子さんのウーマン、ダブルの悲劇、もうあの最後のアルバムの曲ね。はい、アルバムの締めにしっとりと歌わせていただいた。重く。いや、本当ね、今回のアルバムは、もう、すごい爽やかな感じで始まるんですけど、最後の最後にこう、ドーンって来て、もう、救われずになんか終わってしまうみたいな感じになってしまう。そのままループしてると、いきなりまた軽く。軽くなっちゃいますね。始まり。はい。はい。この曲は、この曲も結構あの、選んだのが、だいぶ後の方だったんですけど、あの私がすごく悩んでですね、あのどうしても松任谷由実さんの曲をが作った曲をですね入れたかったんですよ。はい、で、まあ、なんでかっていうと、私がまあ初めて買った、まあ、ドーナツ版がですね、ユーミンの守ってあげたいという、だったので、まあ、やっぱりこう何かユーミンの曲で探したいと思ってずっといろ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 聞いて、まあ、いくつか候補を陽介、まあ、さんに伝えたりとかしてたんですけど、なかなかこうちょっとしっくりくるというか、陽介さんもアレンジが迷ったりとか、ないなみたいな感じで、まあ、最終的にじゃあ松任谷さんが他のアーティストとか、まあ、アイドルとかに提供した曲の中 も全部聴いて、でまあその中でも私が本当に大好きな曲を、じゃあこれどうかなと、なんかこう最初に提案するときに、こうまあアイドルの曲って言ったら言い方変かもしれないけど、もうまたちょっとなんか提案するのも微妙かなと思ってちょっと躊躇してたんですが、陽介さんがあの曲いい曲だからじゃああれにしようって言ってくれたんで、僕はもう薬師丸ひろ子さん大ファンでした。そうでしたね。そういえばね、同い年なんですけど、中学生の時にこうスクリーンデビューで、はい、僕見に行って、でその次の作品の、IT 役募集っていうのに応募したの、応募しそうになったぐらい。そんなしようかと思ったぐらい。そうだった、そこまでだったんですね。いやーすごい可愛らしくて、もうびっくりするぐらいね、光ってた。いや本当ね、可愛らしい方です。今でも本当にすごく可愛らしいんですけど、まあ、本当にその曲が大好きで、実はちょっとあのね、いち早く皆さんにはビルボードライブでね、そうですね、はい、披露させていただいたので、聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、もう私本当にあれに入り込みすぎちゃって、あの曲にリハーサルで一回もまともに歌えなかったんですよ。3回泣きましたからね。そうそうそう。本番も絶対最後まで歌えないだろうなと思ってたら、はい、でちょうどあの、で、バンマスに、これもしもうリハーサルも泣いちゃってるし、泣いて、歌えなくなったら、ちょっともう一回最初からみたいな話だと変だから、そこは杉山くん出てって、この続きは CD で聴いてくださいぐらいの MC を。そうそうそう、だから俺すごいドキドキして、たまらないと思ってずっと。そうでしたよね。はい。まあ、だから演奏のチームにも、まああれはね、堀くんのキーボードと、ゆうたさんのベースだけだったんで。もうアルバムのレコーディングメンバーの人もあったからね。とりあえず泣いたとしても私自身がまた立て直せるかもしれないから、とりあえず私が何も言うまで演奏を続けろって言って でもなんかね、本番はうまくいきましたっていうか、そうですね、はい、あのちゃんとプロとして最後まで泣かずにね、お届けすることができました。まあ本当にあのエレピとローズとあのリュウタさんのフレットレスで行こうかなと、最初から僕そのつもりで、でソロはもう絶対リュウタさんで、最初の一節は歌メロからソロ始まってくださいっていうのがずっとそこはあって、それでもうすごいもうその通り、素晴らしい作品ですね。はい、なりましたね。はい、いやもう本当アルバムは最後締めくくるようなこう、まあまたこれライブでやるときはちょっと緊張しますね。また次はちょっと泣くかもしれないけど、はい、いろいろね、その時のこう心情によって入り込みすぎちゃうと。血がもう、ね。血がね、ほんとね。やばいですね。切なすぎますからね。切なすぎて。はい。
ぜひじっくりと本当に聴いていただきたいと。きつくなったらもう一回ループで。ループで、あと1曲目から、ね。1曲目から聴いていただきたい。そうですね。はい。はい、お楽しみに。